義の夫人陳宗付近が手薄とのこと。こんな見え見えの罠にかかる馬鹿はいません。ですがここはあえて陳宗を攻めるふりを。その隙に主力が一気に敵本陣を叩きます。ならば私は援軍の手配を。あとは任せましたよ、法政殿。ここに主力部隊がいると思わせる。そのためにドラを鳴らすのはどうでしょう。ただドラを作るための材料が足りません。なんとか集めてきてもらえませんか。ここに主力部隊。ここに主。おお、助かりましたぞ。主力部隊ここにありと知らしめてやりますよ。体が心配だ。この戦に勝利し進路を覗いてやらねば。それがいいでしょう。まあ勝てば元気になると思いますがね。伝令、職軍が外邸に現れました。陳宗に向け進軍準備をしている模様です。わざわざ策にはまりに来るとはな、ワカメが。したか。手間の分の見返りはあったな。おお、よくやってくれた。この地は俺のものだな。主力部隊が進軍してきただと。罠は見破られていたということか。急ぎ
このことを芝居殿にお伝えしろ。職軍は私が止める。左右しうる。私たちで守るぞ。敵の急所はどうだ。敵を抑えた。してやられた。これを見抜けなかったとは。どうだ。戻って策の練り直しだ。敵将打ち取った。さすがです。その調子でお願いしますよ。私をはめたつもりでいる。このまま敵の裏を変えて進むぞ。造作もない。
嫌う者らの悔しがる顔が浮かぶな。他を寄せつけない。お見事です。違えた。悔しがる顔が浮かぶな。他を寄せつけない。お見事です。よっ、ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。
はい、そうです、敗走しましたなんて報告できませんわ。打ち取った。今すごいしてみろよ。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。目障りなことは潰しちまうか。お前らついてこい。あなたこそ真の三国武将です。嫌う者らの悔しがる顔が浮かぶな。諸君よ、遠路はるばるご苦労だったな。この地を貴様らの墓場にしてやろう。どうだ。信仰を許すとは手痛い誤算だったわ。このバカにできない強さに、あしらうのも限界がある。突撃せ！
せよ。我ら戦場をかける青龍とならん。長貴様のお出ましだぜ。奴を撃てば職軍の士気は落ち、ここで息の根を止めれば。どうだ。地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。さもない。俺を嫌う者らの悔しがる顔が浮かぶな。さすがですね。頼りがいがあるって感じです。
思い切りやってやる。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。悔しがる顔が浮かぶな。敵に要所を抑えられただと？どこで手を間違え。仕業ではなかったのか。諸君、奴に並ぶほどの智者がいたと。
ち取った。兄者、ギガ五条原から撤退していきますぞ。ずいぶん手間取らせやがったが、ようやく落ちたか。もう少しで長安に手が届くぜ、兄者。ああ、ここまで来られたのは皆のおかげだ。私はなんと幸せ者なのか。劉備殿、気が早いですね。北伐はまだ終わりではありませんよ。そうだな、私は本当に甘い。だが今この時は皆をねぎらいたいのだ。恩を返させてくれ。ところで諸葛亮の姿が見当たらんな。どこにいるのだ。だいぶお疲れの様子でしたからね。湯でも浸かりに行ったのでは。湯に？この辺りにそんなものは。ホウセイ、すまぬが私と共に諸葛亮を探してくれ。何か胸騒ぎがするのだ。感謝したり不安になったり、忙しい人ですね。ホウセイ、そんな目で見るのは反則ですよ。探すとなれば徹底的に。諸葛亮殿にはくだらぬ不安を抱かせた報い受けてもらいましょう。すまぬ、恩に切るぞ。法政と諸葛亮の連携により諸軍は五条原の制圧に成功。ついに長安を眼下に捉える。長きにわたった北伐は最終局面を迎えようとしていた。そんな中、諸葛亮の病状は悪化の一途をたどっている。今ここで彼の辛酸を失うわけにはいかない。法政は劉備と共に陣を抜け出した諸葛亮の後を追った。寝ていなくていいんですか。あなたを探してうろうろする劉備殿に付き合わされる者の身にもなってほしいですよ。星を見て占っていたのです。この命が果たしていつまで持つのかを。諸葛亮、何を言い出すのだ。そんなことよりも体をいたわることを考える。ここは冷える。早く皆のもとへ戻ろう。法政殿、私が倒れたその時には工事をお願いします。あなたならば義を討ち、劉備殿の天下を実現してくれるでしょう。よせ諸葛亮。諸葛亮殿、いいんですか。あなたがいなくなれば俺はやりたい放題。お人よしの劉備殿には耐えられない方法も駆使するでしょう。陣の世など遠い遠い夢になってしまうかもしれません。諸葛亮殿の辛酸がなくなるというのはそういうことです。どうです、墓に片足を突っ込んでいたとしても出てきたくなりませんか。諸葛亮、諸葛亮。劉備殿、ご安心ください。少しゾッとしただけです。法政殿がいる限りまだ倒れるわけにはいきません。法政殿は劇薬、正しい処方をするのも私の役目です。あなたも大概悪党だ。
リュウグ殿、諸葛亮殿は検証ですよ。陣の世の実現、楽しみにしていてください。